それでは高市大臣の記者会見を始めます。大臣よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。宇宙政策担当の大臣として報告をいたします。今月26日、各種のリスクや脅威の下でも宇宙システムの、機能を維持するという機能保障のための机上演習を実施いたします。この机上演習は宇宙システムへの依存の高まりや、宇宙システムへの脅威リスクの拡大を踏まえ内閣府が主催し関係省庁の機能回復能力の向上や民間事業者との連携を図るものでございます。今回が3回目となります。で、前年より多くの関係省庁や民間事業者の方々にご参加いただく予定でございます。宇宙システムの機能低下に伴う情報の集約や共有対処の要領を検証し機能保障の強化に努めてまいります。演習の詳細につきましては宇宙事務局にお尋ねくださいませ。私からは以上です。それでは質疑に入ります。ご質問のある方は挙手の上、質疑のお名前を会社を指名をおっしゃってご質問します。それでは各質疑中村お願いします。おはようございます。おはようございます。今国会ではですね、次世代医療基盤法についても改正されるということなんですけども、今の検討状況とですね、今後の見通しについて教えてください。次世代医療基盤法につきましては、この法律の付則の見直し規定も踏まえまして、次世代医療基盤法検討ワーキンググループにおいて、医療現場などからヒアリングを行いながら、幅広い立場の方々にご議論をいただいてまいりました。このワーキンググループにおきましては、医療分野の研究開発のさらなる促進に向けて、現行法の匿名加工医療情報では、難しい希少な症例についてのデータ提供、また同一対象群に関する継続的発展的なデータ提供などを可能にするため、加盟加工医療情報の活用を図る仕組みの創設の必要性が示されました。でまたレセプトなどの全国データベース、などこの既存の公的データベースと匿名加工医療情報と連結解析を可能にすること、また多様な医療情報の収集に向けた制度改正の必要性などについても意見の集約が見られました。これらを踏まえまして患者の皆様の権利保護には十分に配慮しながら医療分野の研究開発に資する医療情報の利活用のさらなる促進を実現するため今国会に改正法案の提出を目指して検討を進めているところでございます。他にはいかがでしょうか。朝日新聞の加代さんお願いします。朝日新聞の加代です。今日からですね、通常国会がスタートしますが、はい、大臣の所感をお聞かせください。はい、いよいよ通常国会が、スタートいたします。今日は読み演説がございますし、また続きまして、それに対する質疑もあり、でまた、来年度の予算審議も始まります。しっかりと一つ一つの政策を、実現できるようにですね、国会の皆様に対して、丁寧に、説明ができるように頑張ってまいりたいと思っております。この方がよろしいでしょうか。はい、それでは本日の高市大臣の会見を終わります。お疲れ様でございました。